アメリカ各州の変な法律、実践。自由の国アメリカでは、各州で独自の法律が制定されています。その中には、なんだこれ、と思わず笑ってしまうような変なものも含まれています。今回は、そんなアメリカ各州の変な法律を実践、ご紹介します。カリフォルニア州。アメリカ西海岸にあるカリフォルニア州では、自分の家を売りに出す際、もし、家が霊に憑かれている場合は、それを買う人に忠告しなければならないそうです。コロラド州。ロッキー山中に位置する都市、コロラド州アスペンでは、雪合戦をすることは違法なのだそうです。イリノイ州。アメリカ第3の都市、シカゴを有するイリノイ州では、爬虫類を販売する際、それにキスをしないように忠告しなければならないそうです。インディアナ州。インディアンの土地という意味を持つインディアナ州では、コンビニエンスストアで冷えたビールを販売してはならないそうです。フロリダ州。リゾート地としても有名なフロリダ州マイアミでは、ダンスホールの窓を汚いままにしてはいけないそうです。メリーランド州。最も古い州の一つでもあるメリーランド州では、秩序を逸した状態の家を保有する者は、懲役6ヶ月の対象となり、また、同時に3匹より多くの亀を所有してはいけないといった法律があるそうです。デラウェア州。世界有数の大都市、ニューヨークにもほど近いデラウェア州では、犬の毛を売ることは違法とされているそうです。メーン州。アメリカ最東北部に位置するメーン州では、脱皮直後のカニの横にグリーンクラブを置くことは禁止されているそうです。アラスカ州。極寒の地アラスカ州では、クマを銃で撃つことは合法とされていますが、写真を撮るために寝ているクマを起こすことは違法なのだそうです。ハワイ州。ハワイ州のマウイ島では、原爆を作ると罰金の対象になるそうです。いかだったでしょうか？さすが、アメリカといった法律の数々でしたね。中には、自由の域を超えて、時には深い歴史すら感じます。なかなか法律というものには、その国に住んでみないと意識を向けないものですが、こうして変な法律に注目をしてみると、平和な世の中？だと感じますね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。コメントや評価もいただけると嬉しいです。